とおまけ。はい。これは、ショートコンセプトの CB というタブキ。ヘッドも一回り大きくて、56度で、ちょっとこうラウンドソールで幅だけで。いわゆるセットもののサンドウェッジ感がしますね、昔の。キャビティで、シャフトがね、ゼロス。これ誰向けなんですか、ゼロス。女性とかターゲットなんですか。だから優しいあのアイアンに、はい、いきなりツアーモデルのレンジきついでしょ。はい、だからちょっと FP も少なめで、はい、もう切って、はい、いわゆる普通のアイアンセットに合うようなやつ。いや、これね、楽ちんよ。うん、俺もこのぐらいがいいと思うんだよね。みんなツアープロと同じモデル使ってるでしょ。厳しいよね、これ。あのシャフト次第では男性も普通に使えるし。だってほら、プロモデルのウェッジってさ、マッスルバックみたいなもんだからさ、はい、いや、スピンだってちゃんと効くし、球うまく拾ってくれるし。アイアンヘッドが大きいポケットキャップ使ってるのに、はい、だけいきなり難しくなってくるのさ。ナルセンスですよね。ゴルフ難しくなると思う。マッスルバックが難しいって言ってる方がマッスルバックのウェッジ使ってますからね。そうそう、まあ、振りやすさとか良さもあるけど。いや、でもこれ別に僕じゃあ明日これでゴルフしようと何も困らないです。優しいでしょ、はい、ちょっと手前からダブらせてみてくださいね。うい、もっとこういうの作ればいいのにって。メーカーさん、いや、そこにノウハウがあるんじゃないですか。あ、そうか、はい、あ、これも宮城安田さん、さっきのだ。こういうこともできるしね。もちろんツアーウェッジの方がプロとかのスピードバックに出してノウハウが詰まってるんだと思うんですけど。いや、うちいいですよね、アマチュアには。これ想像以上にいいです。さっきの配置より増田さん あのブースとはまた違った優しいウェッジ。はい、いいかな。意外といけるです。これじゃ全然いけるです、はい、いわゆる普通のアイアンセットに合うようなウェッジ。いや、これね、楽ちんよ。うん、